進みますよ。ガロー、ガローじゃない、あの、が、絵描くとこ。これ、オープニングのこのやつだ、ね、始まるんじゃないですか。音が止まりましたよ。うん。タイムスリップみたいな感じで。キャンパス見ますよ。あ、とか言ってんの？開けれますね。銃弾とかさ、あの、銃。いや、そういうゲームじゃねえから。サイレンサーとか。探さないと。そういうゲームじゃねえから。瓶持てないのかな。あの、瓶持って。割ってね、一回割って。ここね。刃物みたいにね。咲きました。あ、見ていい？これを開くことによって、入ってくんじゃない？精神世界。大丈夫ですか？心の準備大丈夫ですか？あー、ちょっと待って！早い！ん？入っていきませんね。入らなーい。何ですかこれ？何の絵？調べれないですか？出ないですね。湖っぽいけど、赤の絵の具が垂れちゃってますね。とりあえず外出てみましょう。外か。1階から？はい。ん？ここの部屋の外。もしかしたら、ドア開けたら…あ、やっぱり。あれ？何？あ、さっきとカーテン。あ、違う。本当だ、カーテンと。違う。入ったみたいですね。え？さっきの家はどこ行っちゃったの？いや、これが…次元が…あれ、後ろは？戻れ。あれ？こっちは…戻れる。出ない方がいいよ。出ない方がいいよ。これ出ない方がいいかも。なんか聞こえるよ。行ってみましょう。え、これってな、何ゲームなのこれ。ホラーゲームです。え、これ何、これ何、追いかけられるの。まあ、やってみれば分かりますよ。ちょっと待って、シフトね。シフト押すと走るのね。走ります。さっきいらないって言ってたじゃん。急に操作を確認し始めましたね。こうね。このドアを開くと、あれ、まだ、ああ、ちょっと、雷、あれ、行き止まりじゃない？行き止まりですね。ちょっと見えないよ。まあ、部屋の出入りとかいろいろいじってると何かアクションが起きたりするんで。あれ、あ、部屋変わった。これ、さっき言ったのかな。あ、さっきのおっさんや。あ、綺麗。画家が追いかけてくるんじゃない、もしかして。え、やめてやめて。えこれ、こぼしちゃった感じかな。いや、違うでしょ。なんか書いてあるね。指文字だよ。あ、なんて書いてあるの。堂々巡り。堂々巡り。ちょっと、俺、指がつりそう。ドアだ。あれ、また部屋があって、これは、こんな何の部屋だろう。絵がかかってたのかな。壁に何もないですね。何、あ、さっきのおっさんまたいるんだけど、ちょっと待って、このおっさんに従わない。あ、精神世界だから。あ、そういうこと。もうメモとかも何もないの。何もない。探せない。え、どういうこと。見えない、うん、これは棚。棚っぽいですね。電気ない、電気。え、そんなに出ますか。あ、あ、なんかないってことですな。え、鍵、に探さなきゃいけないんだ。あと、何かアクションを起こした後は後ろに気をつけた方がいいです。え、ちょっと待って、え、なになに、歪んだ後ろ、おっさんの絵があるよ。まあ、やられてゲームオーバーってことはこのゲームないんで。ゲームオーバーがないだと。やられるって誰に。だって今何も人とかそういう要素ないじゃないですか。ここの壁の
に何もないのが怖いんですよね。何かありそうなんだけど、でもどうなんだろう、ただの継ぎ目なのかな。あ、箱ある。お、なんなんだって、急に数字出てきた。なんかどっかに書いてあった。なんもないよね。さっき絵になんか数字ありましたよ。どこの、そう、壁にかかってた絵に。どこの、8っていう数字。あ、8って書いてある。8と、あ、これはなんか書いてある。え、これ L4 5 8 4 8 5 4 8 5 4 8 5 4。俺たちだけでできたな。うん、さすが。今お茶が言ったけどね。ここのラインでいいの？はい、大丈夫ですね。5、これ外したら後ろ見るよ、すぐ。え、後ろ、後ろに気をつけろ。おっ、まあ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 、最も美しい芸術家、芸術作品の、芸術作品に私のな、あ、むずし、結婚してくれないか。Marry me。わ、すごい。今、プロポーズの言葉ですね。うん。それに、キュンキュンしてんの。いや、すごい。だって、最も素敵な芸術作品に、私の名前がついてない。お、あれ、ドアができた。進もう。やっぱ何かあったんだ。ネバーフォーゲット、忘れんな、忘れるな。ネバーフォーゲット。堂々巡り、うん、暗いな。暗いよ。絵の具がすごいな。ベタベタですね。なんだこれ、リンゴ。いや、絵の具？え？ん？進もう。暗いよ。暗いの、これ見えないね。開けるしかない。ここにドアが。お、開けられそう。ちょっと。押すか。また火がついてる。マージャン？サイコロ。あ、サイコロ。うわぁ、無音になっちゃうよ。あ、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 真っ暗です。見えた。あ、ん？何？落とし穴？え？落ちたってこと？今。落ちたでしょ。落ちないね。落ちたのか。これ持っていけないのかな。何か火が欲しい。火が欲しいよね。火が欲しいよ。あ、またネズミだ。ホコリネズミども、肺の中まで入り込むグロテスクな害虫汚れ、見るたびに増えていく。そんなにネズミに嫌なのか。暗いですね。お、でもこっちの方に行けるの。なんかありそう。スイッチ。お、スイッチだ。もうこれは押さずにはいられない。押した。ん？何？歪んでる。歪んでる、歪んでる。お、幻想ではないかな。かな。意外と落ち着いてる。いや、怒るのが一番怖いで、そんな。物理的に。そうなの。これは A の、A の倉庫的な？倉庫ですね。ね、さっきのとこ行ってもう一回上上がろう。あ、階段ある。落ちちゃったな。ここからでも結構進みましたよね。うん。今のところ。
あ、そっか。何もないけど、なんか怖い。レバーが。あ、これ引かずにはいられない。うん。お、隠し扉じゃん。うん、あ、さっきのとこじゃないこれ。本当だ。さっきここから落ちたんでしょ。さっきのでも床？なんで落ちたんだろう。落ちた原因が分からなかったですよね。もう一回落ちてったかな。もう一回落ちれない。自分に当たってんですね。ね。よくやるよ。本。何見てんだよ。見てんじゃねえよ。あのおっさんさっきいましたっけ。あのおっさん何なんだろうね。うん、いつものおっさんじゃない。なんか違った気がする。それだ。地球儀だこれ。あ、これは？それ。お？それ。本当の地球儀。そう、いや、もういい、もういい。もういいわ。もう進むしかないからね。あ、左手。ここの左？それです。おー、あ、出た。廊下だ。めっちゃおっさんパラダイスになってる。走り抜ける。これは怖いですもんね。ふっ、なになに。ふっ、なになに。ふっ、ふっ。どうしたんですか。なんか来たから。なんか来た。落ちたの。え、落ちた。どちらかというと飛びましたね。ほんだよね。ほら、なんて。嘘を塗り固める。嘘。あれ、髪が。Yes, just like that. Hold that bow. I want to get all those lovely curves just right. I'm not that. どういうことこれ。え、どういうこと。暗い。お、ドアがある。行きましょう。ん？うん。やっぱりレンブラントの有名な絵ばっかりが結構並んでるよね。飾ってある。この人が好きだったのかな。ホコリネズミじゃない？いる。どうだホコリネズミ。めっちゃ言ってる。あっ！ん？あれ？あれ？あれ？あっ！あー！あー！あー！なに？え、本？本の、本？マイクラ？マイクラ？積み上がってましたね、今ね。ね。え、さっきまですごい綺麗だったのに、なんで急にこんな古くなっちゃったんだろう。じゃあここ取れない。こっちから、こっちからいけそうですね。うん、なんか最初が、最初にいたね、ボロボロの灰、灰屋に戻ったような気が、うん、あ、確かに目覚めたんじゃない。もうじゃあまた現実の世界に戻ってこれた、うん、なのかな。めでたしめでたしでしょ、これ。あ、これエンディングですかね。いや、でもまだまだ、だって全然謎残ってますよ。ここって一体何なのかみたいなとこじゃないですか。うん、とりあえず、まあ、また出るしかないのかな。うん、
扉を開けて出ましょうか。ここから出る？ここからどこ繋がってんじゃなくて？こっちかな。暗いんだよな。そうなんですよね。引き戸ですな。よい。そっちに行くとダメですな。ドアを D S。扉がいなくなったぞ。もういや、もうちょっと前に行かないと。もう見えないぞ。扉を見失った。あ、あった。これだ。これを、よいしょ、よし、開けた。明るい。あれ？また綺麗な部屋だ。あれ？何？どうなってんのこれ。どうして？普通の本棚ですね。お、またドアがある。もう進むしかないね。そうですね、行きましょう。ここのドアでまた別のところに行けるはず。お、通路が。奥さんの泣き声じゃない。開けて。めっちゃ泣いてる。かわいそう。どっちだろう。え、どっちだ。右から行こう。右から、右から来て。お、あれ、ダメだ。右から来て左に。お、誰かいるんですか？誰か。あれ？奥さんの声いなくなっちゃった。ここは何？助けに行きましょう。ワインセラーじゃない。なんだろう。瓶いっぱいありますね。ね、電気つけたいんですよ。電気、さっきのろうそく欲しかった。持ち運びできるでしょ、あれぐらい。うん、できないかな。ん？あ、ドアがある。何気に進んでる。お？ピース。ああ、ビンビン踏んでる。もう怖い怖い。あ、ニンニク。マヨビル持ってる？どこだね。持ってきたいですよね。うちの田舎もよくああいうの下がってますわ。家に。うん。全然すぐサクサク進んでる気はするけど。あれ、あ、キッチンね。キッチン戻ってきた。うん。ただいま。ただいまキッチン。ここってロックされてたっけ前？いや、ありました。されてなかったですね。でも手紙とか置き手紙がなくなってますね。ここの扉開けてもらっていいですか？ここ？はい。あ、でもパイある。ん？じゃあ同じ？最初だ、戻ってきたんだ。最初のやつだ。こんなあったっけ？ん？でも手紙がない。なんで？うん。これ開けたら多分答えがわかるはず。あれ？あれ？鍵、かかってる。何かをしなきゃいけないですね。ん？あ、なんか音が怖くなってきた。不審。ないですね。どういうこと？ここの扉にもさっきは物入ってましたよね。なんでこれ分かるんだ。どっかに鍵があるのか。開けてー。開けてよー。あ！
開いたんだ。あ、暗くなった。うわ、怖い。あ、絵が変わった。歪んで、やばい、やばいやばいやばい、やばい、歪んでる、すごい歪んでる、歪んだ世界。これ出た方がいいですよ。なんか光ってた、お皿のとこに。うわぁ、やばいやばいやばい。うわ、すごい、リンゴ、リンゴ、リンゴだよ、リンゴ。めっちゃリンゴ、あ、すごい。リンゴ好きだったもん、だって。あ、リンゴめっちゃあった。すごい、絵からリンゴ出てきた。お、開いた。暗。ドアっぽくないな。そうじゃない。開きましたね。なんか電気つかないですかね。電気がないのかな。電気ないのかな。あ、光ってる方に。んあれ、なんか今。あ、今 絵に何かありました。First。I looked for a canvas, not just any canvas. I had to find a knife, not one of those bright ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hands steady. Oh, これゲット。え、皮膚？皮膚。いや、いらないよ。こっち行けるんだ、もう多分これで、ほら、光ってるってこと。あ、開いた。あ、開いた。ちょっと下がって、あ、引っかかってますね。閉じやった。私が使ってました。よいしょ。と、あれ、来たことあるとこ、これ終了。待って、絵が見たい。もっとね、やりたいんだけどね、うん、もう時間がなくて。まあね、なんか知ってた。うん、これはすっごくストーリーがなんかね、壮大そうですよね。ね、これで、なん、え、これで3万円でしたっけ。しないです。え、これ、このゲームいくらですか。え、いくらなんですか。え、3万円なんですか。じゃなくて、うん、2000円です。安い、このグラフィックで、うん、安い安い。そしてまだこれから何か起ころうとしている。そう、安い。だってまだこれ序盤だと思うんですけど、ね、あの、すごくやってて心地よかったのが、うん、一歩道じゃないですか、うんうんうん、なので、うん、なんかすごく、初心者とか、そうだね、そう、探索が苦手って人も、うん、こうグラフィックの綺麗なのを見ながら進むことができるっていうのは、ゲットすると次いけないからね。そうそうそう、うん、いや、奥が深いというか、次回はいつやるんだろうなみたいな感じで。まだなんか危ない人に会ってない。そうだね、うん、おいちゃん一回ロケハン回ってもらっていいかな、これ、ね、ロケハンもらってみてね、ちょっとね、うん、その上で俺もプレイしたいと思うんでね。はい、そんな感じでございます。はい、ということでご視聴ありがとうございます。ゴージャス動画、楽しい動画たくさんいっぱい取り揃えてますのでね、よかったら全部見ていただけると光栄でございます、はい、ということで本日はここまで。また次回お会いしましょう。バイバーイ。オクラにしないで。これも流して。オクラにしないで、お願いします。次から盛り上がるから、オクラにしないで。え、ちょっとさ、絵見てみません。絵見てみましょう。絵見てみよう。見たら話変わるんじゃないかな。変わる、絶対変わるから。なんかありましたもんね、絵。ほら、これあれ、最初の絵と。あ、そこ最初の絵じゃん。いや、でも見たらなんかあるはず。 あ、ほら、なんかあったよ、今なんかあった。今あったね。うん、あったあった。お、あ、ほら、ほら、はめるんだ、はめるんだ、はめるんだ、はめますよ。よし、こっからでしょう。浮き出してきた、浮き出してきたよ。何ですかこれ。え、何これ。え、
もう天才すぎて分かんないな。あれ、え、これ何？何？何なの？ダチョウ？何なのこれ？ダチョウじゃないの？フラミンゴ？ダチョウ？ダチョウです。ダチョウかーい。最終的にはこの絵を完成させたらクリアです。あー、そういうことなんだ。そういうこと。早く行ってよ。たどり着くの時間かかりましたねこれ。もっといっぱいパーツをね探して次回こそ完成させたいと思います。オクラにしないで。お願いします。